アーネスティン・ローズは、アーサー、A ・エションバーグ・コレクションの購入と組織化を担当した、ニューヨーク公共図書館の図書館員である。アーネスティン・ローズは1880年3月19日、ニューヨーク州のブリッジ・ハンプトンに生まれ、19世紀のフェミニストであるアーネスティン・ポロスキー・ローズにちなんで名付けられた。彼女は、ウェズリアン大学とニューヨーク州アルバニーにある、ニューヨーク州図書館学校で学び、 1904年に卒業した。彼女がニューヨーク州図書館学校で学ぶ間、彼女はニューヨーク公共図書館のローアーイーストサイドにある文館でひと夏働き、大学在学中、ロシア系ユダヤ人の移民とその文化に触れた。彼女はその当時行われていた彼らをアメリカナイズするように設計されたプログラムではなく、移民が新しい国に適応するのを助けるプログラムを 強調した第一次世界大戦中、ローズはアメリカ図書館協会の戦時図書館サービス団の一員として病院図書館のディレクターを務めた。1915年、ニューヨークに戻り、彼女はニューヨーク市のユダヤ移民コミュニティのあるスチュワードパーク文館で図書館長を務めた。スチュワードパークでは、ローズは彼女のアシスタントがイディッシュ語を話し、 ユダヤやロシアの祝祭日や習慣、文学に詳しくなるよう助言し、周辺のコミュニティに敏感になるようにした。ローズは1920年にハーレムにある135番外文館の図書館員になった。この文館は1905年、近隣に中流階級のユダヤ人が住んでいた頃に開館したが、第一次世界大戦後に南部の黒人、カリブ人、南米の黒人が移住し、 ローズが赴任する頃にはアフリカ系アメリカ人が過半数を超える地域になった。この頃のハーレームルネサンスにより、ハーレムは黒人の作家、芸術家、ミュージシャン、そして学者の集まる場所となった。ローズは多くの文化機関がこの新しいコミュニティと連携していないとすぐに気づき、彼女は図書館を案内を提供し人種のプライドを促進する。 コミュニティの一部にしたいと考えた。彼女の最初の役割は、キャスリーン・アレン・ラティマーから始まり、プラベルプレやネラーラーセンをはじめとする4人の非白人の図書館職員を雇うことだった。彼女はまた、コミュニティグループが読書や物語のプログラム、無料の公開講座の会合を開くこと、黒人アーティストと彫刻家や黒人文学の 参考コレクションの展覧会をすることなどを奨励した。1922年、ローズはアフリカ系アメリカ人との仕事についてアイデアを交換し、討論する図書館員のグループを ALA と共に作った。1924年、ローズはセントラル文館の貸出部門のチーフで全国都市同盟、アメリカ成人教育協会のフランクリンカイホッパーと協力して、 ローゼンウォルド基金とカーネギー社から1万5000ドルの助成金を獲得した。彼らはハーレム委員会を設立し、その目標はこの資金を使ってハーレムのコミュニティの中に文化、職業、社会プログラムを開発することだった。彼らは著名な講演者、YWCA や都市同盟を通じた職業クラスを特集したプログラムを開発した。1926年、 委員会は後に、ションバーグ黒人文化研究センターとなる、黒人文学と歴史部門に追加されるアサーエーションバーグコレクションの購入を監督した。このコレクションには、アフリカ系アメリカ人の歴史と文化を紹介する、5000巻以上、原稿3000枚、エッチングと、肖像が2000枚、パンフレット数千枚が含まれていた。また、この助成金により、 ションバーグをこのコレクションの責任者として採用することができた。1933年、図書館は雇用促進局と協力して作家プロジェクトを主催した。ローズは1942年にニューヨーク公共図書館を退職した。彼女は1928年から1947年までコロンビア大学の司書学大学院で教鞭を取った。ローズの著作として、 ブリッチングザガルフ、ワークウィズザロシアンジューズア,ンドアザーニューコーマーズ、ザパブリックライブラリーンアメリカンライフがある。ありがとうございます。